オーストリアスキーの名手ルディ・マット氏は1月12日群馬県万座温泉で全国から集まった日本のスキーヤーたちにアールベルクスキーの初の講習会を開きました。6つの時からスキーで鍛えたマット氏は今年48歳でアルペン競技の王者トニー・ザイラーをはじめ多くの名手を生んだ名コーチです。上体をまっすぐ立てたまま膝から下の前傾だけで斜面の反発を調節する鮮やかなテクニック。日本の雪に初めてシュプールを描いたマット氏の洗練された妙技でした。